チャンネルインクルージョン。の時間です。皆さんいかがお過ごしですか？私は今は仙台市錦町公園に来ています。今日は何の日ですか？どんどこ高市。どんどこ市。いやー、梅雨なのにずいぶん晴れてますね。これはもちろん、あの出演者の美智香さん、美佐子さんの日頃の行いがいいからですか？はい、はい。ということで今日はこの晴天の中、どんどこ市、ね、今年2回目ですね、はい。どんどこ市って何なんですか？歌と手話と、うん、はい、ダンスかな、うん、あと仕事をいっぱいするこです。素晴らしい。そう、つまり、ね、仙台市内の福祉事業所やあるいは関係のなくね、いろんな人がここで、日頃の成果を見せ合い、バリアフリーな場を作っていく。それもアートの力で。こういうことですね、今のお話を総合すると。はい、そうです。いや、美佐子さん、さっきステージ素晴らしかったですけど、はい、出てみてどうですか？楽しいです。楽しそうだったよね。美智香さんは？楽しかったです。いや、本当に面白かったね。成功してよかったね、うん。とっておきも出なかった、ね、そうなんだよね、うん、実は6月1日のとっておきの音楽祭では機材トラブルに恵まれ、見舞われてしまい、ね、我々ちょっと、まあ、そこでね、みんなの底力が出たということもできるんですけど ね、はい。さて、いつものあのコーナー行きますか。はい、みちかのアイドル大好き。今日はどんなアイドルを紹介してくれるんですか？カトゥーンです。カトゥーン来ましたね。それは加藤くんが3人ぐらい。違う、ああ、加藤くんはニュース別々です。そうなのね。何人ぐらいでやってるんですか？カトゥーンは4人組、4人です。うん、あ、4人組で、でみんな加藤くん。違うです。違う、カトゥーンです。カトゥーン、例えばどんな人がメンバーなんですか？田中、上田くん、中村くん、田口くん、亀梨くん。いやー、以上ね、うん、4人組になっちゃった。イケメンなんだ。はい。一人ぐらい変な人いないの？いない。いないんだ。美佐子さんはカトゥーン知ってますか？知らない。知らないよね。美佐子さんはね、ということで、モンニー娘だからね。あ、そうだったの？はい。美佐子さんは、あ、女の子アイドル好きということが判明しました。モーニング娘。そうだったのね。だよ。では次のコーナー行ってみましょうか。じゃあ美佐子のふわふわ大好きのコーナーです。さて、今日の美佐子さんのふわふわ度を、判定してみましょうか。今日はステージも良かったしね。良かったですね、今日は。ね、今日ほら、ちょっと虹色のさ、ヘアピンもしてるしさ、かわいいね。ちょっと今日のふわふわ度、音符にしてきた。本当だ、音符にしてるよ。音符ね。今日のふわふわ度高そうだね。ズバリ、今日の美佐子さんのふわふわ度は何点でしょう？100点です。この間も100点でしたけど。違う、120点ぐらい。20点です。120点出ました。ということで、今日の美佐子さんのふわふわ度は120点でした。次回をお楽しみに。ということで、3人目のアイドル、千尋さんを呼んでみましょうか。せーの、千尋さん。いないから。仕事サボってどこ行ってんのかな。今日休みだから。今休みなの。全くアイドルに休みなんてないのにね。本当にね、ちょっと用事だったんだよ。アイドルを何だと思ってんだよ。ね、ということで、またうさぎちゃんの名前なんだっけ。さくらちゃん、さくらちゃんのこと聞こうと思ったんだよ ね。まあ、いっか今日は。火曜日来るかな、まあ、ね、分からないんですけど。ということで、今日ね、2人はアイドルとしてこの錦町公園の入り口でお客様を出迎えるという仕事をしています。はい、ね、仕事をしてます。ズバリ、そのチラシを持って呼び込みガールをしているところです。はい。
みんなチラシはもらってくれますか？はい、もらってます。素晴らしい。なんか言われたりしました？しないです。あ、特に言われないで、ね、また来月もあるんですけど、7月15日かな、あ、12日だった。次回は7月12日ですね。そうです。錦町公園で。そうです。じゃあ次回に向けての、何か皆さんへのメッセージをお願いします。みんなのメッセージ、なんかある？聞いてる人に。AI どんとこいち正しかったですか？また来てねみたいな感じ。また来てね。また来てね。だそうです。7月12日土曜日も錦町公園で、10時半から5時まで行っています。ぜひ皆さんご来場ください。ありがとうございました。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。さようなら。なんかついてる。